演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら丹波深山四季の便りという図菓子を食べてみたいと思います。はい、トップが入ってるんですけど、その中に3種類入ってるんですよね、お菓子。1つ目がこちらね。ドーナツとこういうで、あとお店の紹介とか、あー、他にも入ってますね、いろいろ美味しそうですね。ではこの中身は栗パイですね。で、こちらがどら焼き。で、こちらが、まあ見えてますけど、ドーナツですね。栗のドーナツ。ミスタードーナツで前に出てるの出てましたけど、それとはまた違った美味しさがありそうですね。では、この、ちょっとドラ焼きからいただきます。栗ぐらい結構ピュラーな気もしますけど、どんな感じなんだろうな。ちょっと見た目は栗は、あ、こっちが見えましたね。ではいただきます。はい、3種類食べてみました。で、今回気になった順位なんですが、まず1番目、3番目はこちらの栗ドーナツですね。ドーナツ生地はふかふかしていたんですが、栗がちょっと少なかったかなと思いますね。ドーナツが完全に立ってしまって、栗がちょっと完全に脇役になってしまっていたのが残念でしたので、こちらの点数とさせていただきます。そしてその次はこちらのドラ焼きです、ね、こちらのドラ焼きです。こちらはあんこの甘さ、そこの中に入っている栗を感じることができましたし、上の上下の生地もふかふかでとっても美味しかったんですが、ちょっとシンプルすぎる気もしましたので、こちらの点数を入れて、もう一つ何かあった方が良かったかなとも思いました、ね、で、最後に残ったのはもちろんこちらの栗パイです。もうこれは栗が丸ごと包まれていて、噛んだ瞬間にその栗の甘さ、そしてラム酒のほのかな香りも感じることができました。ちょっと大人向けの味わいもあって、外側のパイ生地も食感がしっかりあって、とっても美味しかったです。丸々包まれているというのが良かったですね。というわけで、こちらの点数とさせていただきます。ああいうのはやっぱり良かった。差がするぞ、恋をするのを邪魔させない、どういうこういう感じでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。